皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今は11月の中旬なので、中学3年生はもうどこの高校を受験しようかって決めなくちゃいけない、そういう時なんですよね。でも自分はどんな高校が向いているんだろうか、いやこの高校どんな高校なんだろうか、いやこの高校行けるかなとか迷っている人意外と多いんですよね。でも11月に入っちゃったから、もう説明会とか相談会ってやってくれない？きっとやってないよね。いえ大丈夫です。やはり学校を知って学校を選ぶ、受験高校を選ぶ、これって大切ですよね。説明会やっている学校あるので、今回は静岡県の東部地区に限られるんですけれど、その学校を紹介したいと思います。まず公立高校からでは、沼津工業高校、ここでは学校説明会兼個別相談会を11月25日これ土曜日の午前中に行います。それから普通高校で三島南高校、個別相談会を12月2日の土曜日9時から12時この時間で行います。裾野高校、総合学科の高校ですね。こちらでは学校説明会兼個別相談会12月2日の土曜日に行います。こちらはちょっとね、何時からという情報もないんですけれど、どの学校の説明会に参加する、ね、にしても、とにかく各学校へ問い合わせをして、そして確認してから、出かけるようにしてください。私立高校では東洋高校さん、沼津の高校ですね、学校見学会が12月9日の土曜日にあります。そして個別相談会、12月2日の土曜日、10日日曜日、16日の土曜日、17日の日曜日、こちらは時間が9時から12時このようになっています。そして富士の富士見高校さん、入試直前相談会、富士見高校でやるものですね。こちらが12月11日の月曜日から毎日15日までの金曜日、時間は17時から19時まで。そして12月16日の土曜日は9時から12時まで行います。で、会場を別にして12月21日の木曜日には富士宮市民文化会館、ここで17時から19時までこの相談会を行います。飛龍高校さんは個別相談会を12月2日、土曜日、3日の日曜日、9日の土曜日、10日の日曜日、16日の土曜日、17日の日曜日、時間は9時から12時までこの予定で行います。またこれとは別に夜間個別相談会、これも開催しています。12月11日の月曜日から15日の金曜日まで、時間は16時から19時までこのようになります。そして御殿場西高校さん、この高校でも個別相談会を開催します。日程は11月25日の土曜日、12月2日の土曜日、9日の土曜日、10日の日曜日、16日の土曜日、17日の日曜日、23日の土曜日、24日の日曜日、このようにたくさん結構開催していますよね。どうぞ、ね、どこの高校が合っているか、ね、この高校行きたいんだけど、ね、どんな高校かなってやっぱり知ってから受験するように、ここで紹介した高校だけではなくて、自分が行きたい高校、そこにもちょっと問い合わせをしてみてください。個別にきっと対応してくれると思います。今回は静岡県東部地区の高校の、個別相談会、こちらを紹介しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。